以前ちょっと他の方が頼んでたカレーの色合い見てね、あ、これは絶対に美味しいタイプやって思ったんですよね。わかめの味噌汁もつきます。まあ、カレールーは日本式なんですけど、しっかりスパイスが調合されております。カツも揚げたてではあるんですけどね、しかしあのこれは以前カツ丼食べた時にも味気なかったです。その時同様。しかしこのカレールーが秀逸。ココイチタイプをねさらにスパイシーにした感じです。部屋はスーペリアのダブルルーム、22平米となっております。入った瞬間はね、おめちゃめちゃ綺麗、さすがコスパ抜群って、紹介されているだけあるって思いました。しかしね、エアコンの色合い見て分かります通りね、部屋自体は綺麗にリノベーションされてますが、あちこち古さがちょこちょこ目立つんですよ。夕方買い物したロータススーパーの話に戻します。購入したのはこんな感じ。あと2日間で食べようと思っているストック菓子を含めてですね。いろいろ炭水化物系を中心に、私の貧乏旅ではね、パンにあとハムとチーズ買ってっていうのが、海外貧乏飯の定番パターンっていうのは以前も話した通りです。で、麻生区まで BTS で移動して、この日も向かいました。低迷カフェです。バンコクで1日行動できる日もあと2日間となりました。